マネージャー4人も出演。LESSERAFIMの秘密がわかる番組。メンバーたちがほぼ住んでいるというハイブビルの豪華施設も少し紹介してました。こちらが仮眠室。LESSERAFIMの動画で見たことがある大きなスクリーンがある部屋も、そして噂の食堂がこちら。 미쳤어요. 진짜. 그 정도예요? 네. 반찬 뭐 나와요? 매달 다르게 메뉴가 바꾸고. ということで 매니저さんたちの 食事を 覗いてみましょう。 めちゃくちゃ 美味しそうです。 ちなみに お値段の方は 2000ウォン。 桜は食べた分だけ給料から転引きされると思っていたようですが、アーティストの場合は。제가 확인했는데 아닌 것 같아요. 진짜? 아니, 네. 그거까지 몰랐어요, 저는. そしてジムも充実しているハイブビル。特に利用しているのは。 특히 채원 씨랑 윤진 씨, 지아 씨는 사옥에 있는 헬스장을 많이 이용하는 편입니다. ということで トレーニングの姿を 少しだけ。 トレーニングに励む3人。一方、その頃。じっとスマホを見つめるマンチェと、静かに編み物をし続ける桜。静止画と間違うほど動かない2人でした。話題を戻して、 手厚いハイブのサポートの話。은채 씨、 그 춤 추실 때 어깨 괜찮았어요? 어깨요? 네. 은채が以前踊る時に肩が痛いと言ったことをしっかり覚えている敏腕マネージャー。우리 컨디션 좀 받는 게 어때? 컨디션이?コンディショントレーナーという専門のスタッフが体のケアをしてくれるようです。番組なので面白く編集されてますが、2人は体に少し不調があったのでトレーニングを控えてたのかもしれませんね。多くのスタッフに支えられていることがわかる非常にいい番組なので、まだの方はぜひ元動画をご覧になってみてください。 チェウォンの愛犬シロも登場するなど見どころもたっぷりです。それではまた。